サツマハオリムシ、サツマハオリムシは、鹿児島湾などに生息するハオリムシの一種。体の大部分を生管と呼ばれる管に入れ、エラの実を外に出して生活している。先端には、体を生管に引き込んだ時に蓋として働く部位がある。エラは、毛細血管の通った糸が集まったシート状の構造で、およそ20つある。根元側には、 ラメラシートと呼ばれる他よりも大きいシートが4枚あり、これは呼吸に加えて先端部を保護する機能も持つと推測されている。エラに続く2センチメートルほどの部位は、ハオリと呼ばれる筋肉質の胸部で、生感の材料となる分泌物を塗り付けて、感を成長させたり、体を管に固定したりする役割を持つ。ハオリ部背面には溝があり、生殖細胞を 生肝の外に放出する経路となる。この溝の周囲の形態と色彩が自由で異なり、オスでは白く、溝の両側が盛り上がって、肝のようになるが、メスでは平らで、茶色である。サツマハオリムシは、多種に比べて、ハオリ部が相対的に短い。栄養体部と呼ばれる部位、胴体が体の大部分を占めている。その内部には、 栄養体と呼ばれる黒色の細胞界が詰まっており、硫化水素を利用する溶細菌が細胞内共生をしている。消化管を持たず、口術するようにこの溶細菌から得られる有機物に依存して生きている。また、胴体の前側、羽織に近い側には清掃、または卵巣を持つ。肺側と腹側に、各一本の血管が走るが、肺側の血管は羽織部で太くなり、 心臓となる。体の後端は短いビブであり、30以上の関節、大切に分かれ、合毛が生えている。ビブは生管の後部を作り、修復する。ビブは最終時に切れてしまうことが多い。生管は最大で太さ8ミリメートルに達し、長さは50から100センチメートル程度が多いが、二メートルを超えることもある。群生し、高さメートル。 直径10メートルを超える巨大なコロニーを作ることもある。野外で計測された成長速度からの計算によって100年以上生きると推測されている。初めて発見された鹿児島湾の湧水域、現地の漁師は、タギリと呼ぶ、水深80から130メートルのほか、南海トラフの湧水域、北マリアナ諸島近海の熱水噴出域でも確認されている。 生息水深は80から430メートル。薩摩羽織虫は、羽織虫類の中では最も浅い海に生息する。前述するように薩摩羽織虫の栄養体内には、硫黄酸化細菌が共生し、硫化水素の化学エネルギーを利用して、水と二酸化炭素などから、糖やアミノ酸といった有機物を合成している。鹿児島湾では、硫化水素を含む、 火山性ガスの噴出する場所に、薩摩羽織虫が生息している。しかし、薩摩羽織虫の体内に含まれる用の安定度を移体比は、火山性ガスよりも海底の泥に生息する硫酸還元菌が合成する硫化水素に近い。したがって、主な硫化水素源は、火山性ガスよりも、むしろ、これらの細菌が合成するものであると考えられる。火山性ガスは、 直接に利用されることに加えて、小酸還元菌に適した環境をもたらすことで、本種の生存に寄与していると考えられている。異様酸化細菌に供給する硫化水素は、酸素などの物質とともに、エラからハオリムシの体内に取り込まれ、栄養体部に運ばれる。ハオリムシの血液は赤く、酸素だけでなく、硫化水素とも結合できる巨大ヘモグロビンを含んでいる。 生管の後端は一部が薄くなっており、エラだけでなく、そこから泥の中の硫化水素を取り込んでいる可能性もある。雌雄遺体で体内受精。オスが約百の精子が束になった精子束を海水中に放出し、メスの卵巣から出た未受精卵に接合する。受精卵はメスの著卵脳に保持され、その後放卵が起こる。受精卵は 卵契約0 1ト、mm、ルで五貝類に似たトロコフォア妖精を経て、カンザシ五貝類と共通するネクトキータ妖精までの発生過程が観察されている。他の関係動物の妖精と異なり、口や消化管は形成されない。サツマハオリムシのコロニーには、タギリカクレイビが群れで住み、しばしば同時に採集される。また、 生息地周辺の泥に生息するタギリキヌタレガイが本種の根元に付着した泥から発見されることもある。生漢の表面にはア草クラゲのポリップが生息することが観察されている。このクラゲのポリップが自然界で発見されているのは2013年時点でこれだけである。かつてハオリムシ類はヒゲムシ類と共にありヒゲ動物門に分類されていた。しかし、 分子系統解析の結果、関係動物の多毛類に含まれることが明らかになり、禁煙な骨食い花虫類と共に、しぼぐりのムカに分類されている。薩摩羽織シ属は、他の羽織シ類とは区別される、単系統群であり、相模湾に生息する相模羽織シなど少なくとも6種の未期採取が示唆されている。1973年、 鹿児島湾で水銀で汚染された魚が発見された。火山性ガスの噴出するたぎりがその原因と目されたことから、1977年に有人潜水艇、白陽による鹿児島湾の調査が行われた。この時に不鮮明ながら海底に群生する様子が偶然に撮影され、採集もされた。しかしこの時には羽織虫類とは認識されず、 専門家に問い合わせられることもないまま、標本も保存されなかった。その際の写真が生物学者の目に留まり、1990年から海洋科学技術センター、後の海洋研究開発機構による再調査が始まった。しかし、1977年の調査地点の内水深200メートルの場所からは見つからず、より浅い調査地点は海上自衛隊の実験区域のため、 演習のない期間に限っての特別な調査許可を得て調査が割れた。その結果、1993年2月の調査において、水深82メートルの海底で見つかった群生からの採取に成功し、ハオリムシの一種と確認された。新種として記載されたのは1997年で、ある。鹿児島大学では1993年に、 採集された個体の一部を生かしたまま実験室に持ち帰り、硫化ナトリウムを飼育海水に加えることで、硫化水素を発生させる方法によって飼育に成功した。この技術を用いて、世界で初めて飼育展示を行ったのは、イオ・ワールド・鹿児島水族館である。その他、新江ノ島水族館と名古屋港水族館でも、薩摩ハオリムシの飼育展示を行っている。 サツマハオリムシを生還から透明な管に移し観察しやすくする技術も開発されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。